忍法超獣だ。まだまだ逃がさないよ。今だ。うまい。いけドトン東尋坊。嘘だろ。なんだあのドトンは。これは場所を特定させないつもり。舞台は整った。行け放棄、反撃開始だ。どこだ、どこにいる。放棄。どっちに行ったらいいんだよ。まるで迷路だ。何してるんだ、ホウキは。自分の作った迷路で迷っているのか。いや違う。ホウキは一度見たものを瞬時に記憶できる能力がある。ああやって走りながら地形を記憶しているんだ。よし。くそ、全然見つからない。この逃がさないよ。くそ、まずいな。完全に放棄のペースだ。あんなに強かったの。放棄たちはどん底から必死に這い上がってきた。暗部の主な仕事は諜報活動。判断力、思考力、戦闘力、全てにおいて高い能力を求められる。だが基本的に極秘任務だ。つまり人から認められることは少ない。でも暗部出身のカカシさんは6代目火影になった。僕だって。放棄は強いよ。どうするイノジン。